こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日は僕が持っているダウンジャケットの中から7点を厳選し、なおかつ実際に着てみて買ってよかった順にランキング形式で紹介してみたいなと思ってます。ぶっちゃけ全部いいものなのでランキングするのが少し心苦しかったんですが、わかりやすいようにランキング形式にしてみたので何かの参考にしていただけたら幸いです。それでは最後までよろしくお願いいたします。まずは第7位、ナンガホワイトレーベルのタイプ1。北海道のムーンロイドというセレクトショップがナンガと共同で作り続けている特別な別注品になります。860ヒルパワーダウンをたっぷり注入し、軽くて防水性、透湿性に優れたオーロラテックスライトで包み込んだ、いわば最強のダウンとも呼ばれたりして、ナンガの通常モデルよりも保温性が高くなってるんですよね。見てもわかるようにダウンがパンパンなんですよ。見返し部分にまで見事にダウンが注入されていて、こだわりがとにかくすごい。もちろん脇下にはベンチレーションが用意されているので、ダウン内部に溜まった熱気をね、一気に放出できたりもします。デザインはシンプルそのもの。一目でダウンジャケットだとわかるデザインで、ある意味安心感がありますよね。大きめのファスナーで使い勝手も良く、滑りも順調そのもの。袖先はベルクロがあるので袖の長さの調整も簡単です。裏側には大きなメッシュポケットも用意されていて、収納力も確保されています。それに襟だけが取り外せるんですよね。皮脂汚れがつきがちな襟部分だけ個別に洗濯できるので、メンテナンスのしやすさも考えられていて、別注品らしいユーザーファーストのデザインになってます。それに腕への吸い付き感もね、もう抜群なんですよね。もう最強のダウンと呼ばれていることもね、納得できます。で、このホワイトレーベルのタイプ1、年々アップデートしてるんですよね。今年のモデルはマットな質感に変わっていて、それにストレッチ性も加わっていて、なおかつダウンもね、940ヒルパワーにパワーアップしてるんですよね。より最強を求める方はね、現行モデルをおすすめいたします。僕が持っているモデルは約3年前くらいのモデルなので、最新モデルと違って光沢感があってヒルパワーもね、少ないので、買い替えたいなという意味も込めてこの順位とさせていただきました。やっぱり最新モデルが欲しいですよね。第6位が水沢ダウン。ジャーナルスタンダード別注のバーティカルというモデルになります。今ではミドル丈のモデルも販売されていますが、購入当時は他にこのミドル丈のモデルがなくって飛びついて購入した記憶があります。それに飽きない限りずっと着られるマットなカーキカラーも魅力的なんですよね。もちろんその暖かさはお墨付き。この保温力で文句を言う人はまずいないと思います。ダウン内が厚くなりすぎないようにと、脇下のベンチレーションやフロントのメッシュ仕様のジッパーが用意されていたりもします。袖先の内部にはシャーリング、ポケット内部もぬくぬく仕様。保温のために全力を傾けたダウンジャケットと言えます。それに保温力だけじゃないのが水沢ダウンのいいところで、生地は伸縮性があってハーフコートなのにもかかわらず動きやすさはしっかりと保証されています。フラットでシンプルなデザインだけど、こだわりがこれでもかというくらいね、詰め込まれたダウンジャケット、これが水沢ダウンなんですよね。第5位がウエストコムのコカニーフーディー。おそらく日本ではマイナーなブランドだと思います。創業は2005年とまだ若いブランドなんですが、現地ではトップシェアを誇るほど人気のカナダのアウトドアブランドになります。そんなウエストコムのデザイナーはアークテリクスのアシスタントをしていた2人で、そのうちの1人の身内が当時のアークテリクス製品を作っていた工場をね、営んでいたということもあって、そのままアークテリクスの縫製技術を引き継いだ形でブランドが始まったわけなんですよね。ブランドの創業当初からもその技術は世界レベルだったんですよね。
ウエストコムの本社にはデザインオフィスや生産工場や倉庫が一箇所でまとめられているので、クラフトマンシップがね、前面に押し出された、職人が作り上げるアウトドアブランドとも言えます。そんなブランドの中でも最強のダウンジャケットと言われているコカニーフーディ、袖を通した瞬間の吸い付きがね、もう異次元レベルで、おそらく今回紹介するダウンジャケットの中でも1、2を争う暖かさなのかもしれません。お世辞にも、まあ、すっきりしたスマートなデザインとは言えませんが、もう何なんでしょうねこの魅力は。とにもかくにもめっちゃ軽くてめっちゃあったかいんですよね。そして裏地は撥水性のあるパーテックスカンタムが使われているなど、しっかりした作りで頼りがいがあるダウンジャケットでもあります。頑丈な止水ファスナーや滑らかなフロントジッパーなど、着心地使用感と満足できる一級品と言えます。太めで弾力感があるパイピングも、これがまた着心地もよくって、今までにね味わったことがない不思議なダウンパーカーと思います。第4位に選んだのはノースフェイスのビレイヤーパーカー。ゴアウィンドストッパー素材と摩耗性と撥水性に優れたパーテックスカンタムを裏地に使ったハイスペックなダウンパーカーになります。見た目はもうシンプルの一言でしょうか。で、その見た目からはわからないハイスペックさが実はその内部に隠されてたりするんですよね。ダウンの偏りをなくした構造が採用されていることから、他のダウンパーカーよりも断熱性が優れていて、なおかつ保温効率も高められています。袖先内側のシャーリングや高さのある首元など、温められた空気が外へ逃げにくくも工夫されています。この暖かさを一度味わうと、もう手放すことはできません。で、しかも動きやすくしてくれてるのもね、本当にありがたい。袖先から脇下を通って裾まで全部マチが取られているので、腕の動きの邪魔をしません。腕を上げても裾が一緒に上がらないので、腰周りが冷えないのも嬉しいポイント。サイズ感はネーミング通り、アルパインクライミングのビレイヤーがね、ハードシェルの上から着ることを想定しているので、やや大きめの作りになります。僕が S サイズを着てもまだ少し余裕があるので、タウンユースがメインな場合はこのくらいのサイズ感がねちょうどいいかもしれません。ぜひ参考ください。シンプルなハイスペックダウンが好きな方にはね、特におすすめいたします。3位に選んだのがアークテリクスのサーミーパーカー。ゴアテックスを採用しているんですが、しっとりとしたコットンのような質感で、この上品さはね、もう他にありません。なんとも言えない肌当たりの良さをね、一度でも感じてしまうと、もうダメになっちゃうレベルです。見た目からして、一見ダウンジャケットだとはね、わからないくらいスッキリしたデザインで、ビジネスにも対応してしまうくらいシンプルに仕上げられていると思います。派手なブランドロゴもなければ、安っぽい光沢感もありません。おそらくアウトドアブランドだとは誰も気づかないんじゃないでしょうか。そして見た目のシンプルさからは想像つかないアークテリクスの技術が隠されています。というのも、背中や前部分、腕にはダウンをたっぷり注入しているんですが、雪や雨、汗などで濡れやすい袖先やフード、脇下部分にはコアロフトというね、下線の中綿を使っていて、断熱効果をより高くしているんですよね。アークテリクスが自信を持って世に送る、普段使いできる最強のダウンジャケットだと思います。雨も風も雪もへっちゃら、ハーフコート丈なので、カジュアルもビジネスも大丈夫です。オンオフももちろん大丈夫で、まさにオールラウンダー。王者の風格を感じられるダウンコートだと思います。第2位はというと、クレッタルムーセンのムーニンジャケット。まずはこのデザインでしょうね。フロントジップが大胆にも斜めに入る独特の北欧のデザインをはじめ、切り替えのデザインやフードのコード、ポケットのポジションなど、もう完璧なんじゃないでしょうか。いつ見ても、いつ着ても、やっぱりかっこいい。着るとね、毎回テンションが上がるんですよね。
防水性と防風性に定評があるパイロット用に開発されたコットン素材エタプルーフのそのマットで独特の風合いがミリタリーさを煽ってか、もうかっこよすぎてたまりません。もちろんいい意味でエイジングも楽しめます。パッカリングや当たりはもちろん色あせや汚れなんかもね、生地に馴染んでいき、その風合いはもはやヴィンテージ級です。着れば着るほどかっこよさが増すダウンジャケットなんて他にないんじゃないでしょうか。で、細かいディティールや使い勝手にも一切の手を抜かないのがクレッタルムーセンなんですよね。片手でも開閉可能なファスナーや袖先のベルト、いざという時のホイッスルやコンパスなど、アウトドアブランドのプライドも忘れてないことはね、言うまでもありません。それに着心地も最高なんですよね。タイトめに作られたアームホールで見た目もスッキリ、ダウンのモコモコ感が一切ないので、ダウンジャケットとはわからないレベルだと思います。着丈が長めなデザインっていうのもね、個人的には嬉しいポイントです。デザインもかっこいいし、着心地も素晴らしいし、使用感やディティールも言うことはありません。色違いでね、集めたいくらい惚れたダウンジャケット、このムーニンジャケットが第2位となります。第1位として選んだのがマムートデルタ X サーモフーデッドパーカー。マムートが長年培ってきたノウハウを全力で注ぎ込んだダウンコートになります。生地は防水防風に優れた2レイヤーのマムートドライテクノロジーが使われていて、タウンユースでの使用だと十分すぎるスペックとなっています。750ヒルパワーのダウンが注入されているなど、保温性も確保されています。やぼったくなくスッキリしていて、まあ、上品でまあ美しい。この美しいデザインはもはやもう芸術品でしょうか。このシンプルなデザインはスーツの上からも羽織ることも可能で、オンオフとも活躍の場を保証されています。いわば大人のデザインでしょうね。アームホールはタイトめに作られていますが、窮屈感を感じることはなく、動きやすさも確保されています。このアームの着心地はもはやテーラークオリティとね、認めざるを得ません。さすがマムートだなぁと。ここまで細かくこだわるアウトドアブランドも珍しいんじゃないでしょうか。ボタンを閉じた状態でも手の出し入れがしやすい前のポケットや、裾回りを広くできるマチ付きのファスナースリット、フードのステッチデザインも見逃せません。で、なんといってもこの首周りのデザインでしょうね。まあここがかっこいいんですよ。首が高いデザインで、なおかつマチ付きのファスナーがサイドに用意されています。フロントジッパーを最上部まで上げても、サイドのジップを開放してあげると首元が苦しくなくなって快適な空間を確保できます。そして今年はマスクをつける機会が特に増えているので、このマスクをつけてもね、フロントジップを一番上まで締めてサイドのジップを開けると、首元まで保温効果を保ったままマスクもつけた状態でずれることもなく違和感なく過ごせるというね、メリットがあります。それでいてこのデザインの維持力はね、もう脱帽もの。首周りのフィット感やデザインに関しては、マムートの右に出るアウトドアブランドは他にないんじゃないでしょうか。これはマムートを着る醍醐味の一つだと思います。マスクの需要にしかり、シンプルな大人のデザインや本力、シルエットなど何をとっても他に勝るものはありません。今までいっぱいダウンジャケットを購入してきましたが、一番買ってよかったなと思えた今の僕の1位となります。自信を持っておすすめさせていただきます。ということで、僕が持っているダウンジャケットの中から実際に着てみて買ってよかった順にランキング形式で紹介してみました。7位がナンガホワイトレーベルのタイプ1、6位がミズサーダウンのバーティカル、5位がウエストコムのコカニーフーディ、4位がノースフェイスのビレイヤーパーカー、3位がアークテリクスのサーミーパーカー、2位がクレッタルムーセンのムーニンジャケット、そして1位がマムートデルタ X のサーモフーデッドパーカーという順位で紹介させていただきました。個別でレビューしているアイテムもありますので、そちらも参考にしていただけたら嬉しいです。ということで本日は以上となります。ご視聴いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録やコメント評価など気軽にしていってください。それではまた次の動画で、さよなら。